三車種が勢ぞろいした、校内改札三津街道駅は、茨城県常総市三津街道宝町にある、関東鉄道常総線の駅。当駅は、常総市の代表駅であり、同市中心市街地や、安楽寺、高慶寺、一言主心者、大生京天グ宮、明日奈良の里、二水海関東、市内の主な観光名所は当駅が、最寄り駅である。短式。 島式複合の二面三線のホームを持つ地上駅である。古選橋はなく、下立方に構内踏切がある。旧上総鉄道の本社が創立以来53年間置かれていた。有人駅であるが、早朝、夜間は出発窓口の営業を行わない。当駅は関東鉄道上総線における運行上の拠点駅であり、当駅を境に、鳥出方は、 伏線、下立方は、単線となり、当駅より取り手方1 8トル先には、三津街道車両基地を構える。2018年度の1日平均乗車人員は1485人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。駅前広場駅西側にある、三津街道第一高等学校ブラジル銀行茨城、出張所駅の周辺には、 三津街道市街地が広がる。駅舎側は北側に上層市役所などの観光所、西側に上層市立図書館や県立三津街道第一高等学校などの学校があり、南北自由通路を経由して、南側には国道294号沿いを中心に商業施設が並んでいる。駅舎は駅の北側に設置され、かつて駅の南側に隣接して、 三海道機関区が設置されていた。駅を南北にまたぐ自由通路が設置されている。かつては東京都心方面への高速バスや坂東市、佐島町方面への路線も運行されていたが、いずれも廃止された。また、運転免許センターまでを結ぶ急行若葉号が運行されていたが、2019年に休止、2020年に正式に廃止となった。現在は、 つくばエクスプレス緑の駅を経由し、つくば市や田辺地区、土浦市方面に向かう路線バスが発着するのみで、平日は朝方に3本と夕方に4本、休日は朝方と午後で合わせて2本と、本数は近賞である。注釈出店。ありがとうございます。